わいいだるま、虫眼鏡、お化け、バラ、タコ、ありがとう。こんばんは。ちょっと暗い。よいしょ、中村舞です。やっほー、こんばんは。こんばんは。前髪を絶対に切ります。絶対に絶対に。なんで今日だけです、長いのは。結婚してありがとう。パツン、うん、パツン、パツンしか勝たん。ちょっと待ってね、なんかね、目がゴロゴロするんよ、めっちゃ。ちょっと待って、コンタクトが取れそう。ちょっと待って、マジ取れそう。あ、大丈夫、あ、大丈夫、大丈夫。アレルギー、なんか花粉すごいみたいなの聞いた。なんかさ、お姉ちゃんが花粉やばいよねって話してて、私花粉、秋花粉全然わかんなくて、えみたいな。でもこれなのかな。うん、秋花粉分かる人には分かるっぽい。ありがとうございます。秋は平気、春は苦手。この間マイケルが夢に出てきた、ありがとう。お邪魔しました。どうもありがとうございます。どうも。なんかさ、夢をあんま覚えてないんだけどさ、最近見た夢でもう虫が顔の上をうじゃ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 って這う夢を見たんですよ。なんかハッピーな夢を一個も見なくって、もうなんか怖い夢しか見ない。カメムシ効果？違う違う、なんかカメムシみたいな感じの虫じゃなくって、なんかもっと茶色系の虫。悪夢、そう、悪夢ね、悪夢見てます。オールスター、茶色の、茶色の虫たち、オールスター集合。うんうん、寝てるか、寝てる、寝てますよ。最近ちゃんと布団の中で寝るようになりました。なんか前までは掛け布団の上も敷布団みたいにして寝てたんですよ。掛け布団の上で寝てたんですよ。なんですけど、ちゃんと
敷布団と掛け布団の間に入って寝るようになりました。ありがとう。愛してます、ありがとう。ちょっと待ってね、ちょっとね、ちょい待って、ね、目薬が必要。目が乾燥、なんか目がね、ゴロゴロする。中村舞の目薬の差し方。目薬です。うるるるるるるうるるる、なんで、あんた、ありがとう。パチパチして、拍手もしといた。歯磨き配信が見たい、需要が歯磨き、いや違うよ、なんか歯磨き配信前したんよ。そしたらさ、なんかそんなに磨くなみたいな、そんなに磨くなっていうか、なんかそんなに強く磨いたらダメだっていっぱい指摘が来て、なんかなんかすごかったよ。そしたら、え、誰やっけな、誰か、起きちゃうんだっけな、にも次の日ぐらいに言われたんですよ。強く磨きすぎみたいな、激しい歯磨き。細かく動かすのが正解、歯医者さんで言われなかった。言われたんかな、忘れた。歯医者さんごめん、言われたんかもしれんけど忘れてしもったこの中に歯医者さんいるかな、この中に歯医者さんはいらっしゃいますか、どなたか歯医者さんはいらっしゃいますか、お医者様はいらっしゃいますかのノリで。いない。オッケー、ありがとう。
すごい、あの負けた人やいっぱいいる、敗者です敗者違いがいっぱいいるええー、負けた人が続々と。そうなんですか、喧嘩に負けたみたい。ただの会社員です。お疲れ様です。ただのなんて言わないでください。立派じゃないですか。なんかさ、今日ね、聞いてほしい。お昼にコンビニ行ったんですよ。で12時だったかな。そしたら本当にもうこの世の社会人がいっぱい出てきてたんですよ。もう本当に外中がこの世の社会人だらけだったんですよ。でコンビニ入った瞬間にもう店内全員並んでて、すごいぐる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 みたいな感じで、もうありえない列ができてて、本当にこんなことあるのかと思いながら、みんなね、なんかスーツだったりとか、まあ、なんか社員証みたいなの下げてて、本当にもう見たことない数のもう人だったんですよ。もう解き放たれた、もうあのお昼に解き放たれた人たちも本当にすごかったの。12時ぴったしぐらいの時、戦場、いやもう本当すごかったもん。みんな、しかも選ぶ速度が尋常じゃなくって、もう入ってシュパシュパパパンみたいな感じで選んで、すぐにもう並ぶみたいな。でさ、なんか多分みんなお弁当買ってるから温めないといけないんですよ。だから温め待ちの列みたいなのがいっぱいできてて、で本当になんかもうその温め終わった温めてたお客様とか言っても分かんないから、親子丼温めの方みたいな感じで、店員さんもめっちゃ大きい声でビビンバ温めの方みたいな感じで、もうすごい、もう何を温めたかを全部叫んでるんですよ。ではいみたいな感じでみんなが取りに行ってて、いやそうなの、もうすごかったの。今日私過去一のコンビニを経験したんです。私も温めたんですよ。だから私はまあ親子丼温めたから、めっちゃ大きな声で親子丼叫ばれて、いやちょっと恥ずかしかったですねみんな何も気にしてないと思うけど、ありがとう。もうね、なんかね、レジってなんか私がいつも行った時はまあ2人とかがやってるんですよ。なのに今日は5人ぐらいがやってて、もうマックスレジみたいな。それが普通？お昼時のコンビニに行くこと、いやなんか12時がなかったよね、あんまり。13時とか12時のコンビニすごかったよ本当に。電子マネーの人良かったのかな。でもレジめっちゃスムーズだった。あんなに並んでたのに早かったから。でも私は現金でしたちょっと現金で払った。チャリンチャリーン。ありがとう。すごいよ、よくお弁当が残ってた。いやめっちゃそれがあったんよ。多分もう本当にそのコンビニもありえない量のお弁当を準備して、そう待ってくれてたんですよ。もう来るだろうっていう。だって私が並んでからもうすぐにまた人がすごい並んで、すごかったの。ちょっと興奮した興奮。マジでお弁当悩まんかったもん今日。なんかもう私もみんなの流れに乗ってシュババババーンって選んで、でね、こうなるとね、なんかみんなこう
店内回って撮って並ぶじゃなくて、もう並びながら撮っていくんですよ。もうあのその回れないんですよね、人が多すぎて。だからみんな一回並んである程度のもの撮って、でこうならこう進みながらシュパッシュパッってみんながおのおの上下から撮ってんで、いやそうなんかマジで不思議な光景だったの。これあるある、なんかさお昼の時間になるとさ、なんか燃え上がらない、なんかやばい急がないと時間だみたいな、なりますよね。持っていく派？あ、お弁当？お弁当いいね。お疲れありがとう。みんな休憩1時間ぐらいなのかな。1時間ぐらい。40分？40分はもうそれはもうやばいですね。45。1時間っていう、待って1時間の人と45分の人がいるんだけど、45から1時間。なんか1時間あるけど1時間じゃないみたいな。何ですかそれは、どういうことなんですか。姉貴あ、なんかお姉ちゃんね、基本お弁当かコンビニで持っていくって言ってもなんか前日に買ってたりするんですよね。だからなんか多分その日に行くことはあんまないんじゃないかな。お姉ちゃん多分1時間ぐらいあるんかな。1時間の15分昼寝、それはさ1時間内に含まれた。こうしてありがとう。自分でお弁当作る、うん、なんかよくあるよ。夜ご飯とか自炊してて家で、したらなんか今日この夜のおかず明日の朝の弁当に持ってくわって言ってちょっとだけこう取ってたりするから。お姉ちゃん多分お弁当をよく作ってる。でもね聞いてほしい、 STU がお昼に解き放たれた瞬間もすごいの。もうジャージのメンバーがコンビニにももうすごいいっぱいいるの。もうすごいすごい、もうびっくりするから、みんな同じコンビニに ダッシュで行く。いやね、みんなね本当にお疲れ様ですね。お疲れ様です本当に。食べることしか楽しみがない。じゃあ3回も楽しみがある。いいね。3回。3回楽しみながら食べる。4回でもいいや。
5回でもいいよ。いっぱい食べるよ。朝食べない？まあ時間がないとね、そうなるよね。私は何が何でも食べてやる、寝ながらでも食べてやるって気持ち。朝絶対に食べてやる。おやすみ、おやすみみんな。明日も頑張ろう。コンビニは急いで行くこと、お昼はいっぱい休憩すること、たくさんご飯を食べること、大事大事、本当に大事男女予防。みやびさん、はやりんごさん、くまねパパさん、50代独身さん、もとまちさん、ゆずきちさん、マンモスピアーさん、東京のスワンさん、 N2F さん、ミッキーさん、きなぺこさん、おっさんずさむさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみみんなも、おやすみ。明日は水曜日です。そうよね、合っとるよね。また明日です。みんな遅い時間にありがとう、ありがとうございます。おや、おやすみ。Stop.